で、この2人、1年5ヶ月前に、この会場で別の大会で、対戦してるんですよね。昨年の5月ですね、そうですね。このアクロス福岡で、その時は桃田が勝利を挙げました。画面左ですね。リトモにとっては雪辱を果たしたいという戦いです。桃田としては前回かなりそのリトモが前に出てくるので勝ちはしたんですけれども、やりづらかったというふうにも話しています。で、リトモの方は蹴りへの対応不足で負けたので、今回肘と膝を磨いてきたというこのレッドルールです。桃田が返り討ちか、リトモが雪辱を果たすか。まあ、鈴木選手、レッドの戦いっていうのもノックアウト増えてきましたね。そうですね、最近めっちゃ増えてます。僕ブラックなんで、レッドはデビュー戦しかやったことないんですけど、はい、やっぱ肘あるとないじゃ全然変わりますからね、試合も。さあ、この両者の昨年5月以来の再戦です。黒いトランクスを履いている桃田が前回は勝利しました。対するは緑のトランクス、リトモ。いきなり両者組合から始まりました。前回の対戦の続きを見ているかのような。そうですよね。左のミドル、ガードの隙間を縫うような左のミドルキックは桃田です。リトモの右だ、なぎ倒していく。リトモ選手ローキックいいですね。あ、いいですか。はい、これロー蹴り続けてほしいですね。ちょっと今体勢入れ替えるようにして足を入れ替えての左のストレートがありました。桃田、この距離でどちらがペースを握るか。鈴木選手、はい、このレッドルールの魅力ってどういうところですか。やっぱ首相撲じゃないですか。やっぱり肘と首相撲でなかなかブラックと違ってすぐブレイクがかからないんで、はい、だからこれその細かいテクニックがやっぱ見どころなんですよね。お、はい、このパンチだけじゃないんですもんね。そうそう、あとはどんな不利な状況でも一発逆転があるっていう肘で、それが魅力的ですね。アンジーさん、肘で一発で切れる試合って見てきましたもんね。はい、レッドルールってどうですか、この肘あり。でも全然違う。ジャブから左のミドル、本当ブラックと全然違いますよね。はあ、近い距離だ。ガードを高く上げて前に出ていくリトモ、左のジャブから右のミドル。鈴木選手、これペースはどちらにあるんでしょうか。まあ、まだお互い競ってますけど、でもやっぱ桃田選手の方が前に積極的に出て手数当ててる気がしますね。とか左ミドルがすごいボディに入ってるんで、あれがうまいですね。まっすぐのパンチです。近い距離で膝を今先に出していったのはリトモです。肘みたいですね、組み際で。うわ、あ、右の肘、あれが当たれば一撃で試合が終わります。さあ、残り30秒を切る中で、はい、どちらがこのラウンド取り切るか。左の肘、まっすぐ出していきました。サイドからの肘、抱える形、この辺りのテクニックも桃田見事です。残り10秒、組の展開、なぎ倒したのはリトモ。体の強さも見せます。第1ラウンドが終了しました。互いノックアウト初参戦です。桃田選手やりたいことできてる気しますね。はい、どういう点で桃田の良さが光ってますか。やっぱそう、自分のやりたいことを自分の距離で蹴りが左ミドル当てれて、ストレート当てれて、肘が当てれて、で首相撲も押してるんですよね、はい、優勢の位置を取ってるんで。ただリトモ選手は逆にちょっと自分のペースをまだつかめてないんで、ちょっとインファイトみたいですね。相手の桃田選手はリーチがあるんで、リトモ選手はもっと前にガン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 入って近距離だったら肘で膝をここ組み負けないでほしいんですよね。ちょっとそこの首相撲に関しては桃田選手ちょっと優勢なのかなっていう試合見て思うんで、はい、
ちょっと首相撲はつけまないで肘とストレートめっちゃ良かったんで、はい、蹴り際に当ててほしいですね。リトモのストレート、そうですね、そのリトモがこちらです。手首に青いテーピングを巻いています。第2ラウンドです。いきなり蹴りから入ってきたのは桃田、桃田の前蹴り、フックからの右のミドル、おーまた肘出していこうという、ここ肘ですね、リトモ選手ここ勝負してる、あれそのまま終わった。近い距離で今ちょっと何が起きたか分かりませんでした。失神です。試合が終わりました。大丈夫ですかね、ちょっと今何があったか隠れて見えなかったんですよね、こちら放送席側から結構聞いてるんですね、多分倒れた時に後頭部を地面に打ったかもしれない、そう押し倒されたのに後頭部打って今意識飛んでるか、ストレートが肘合わせたかどっちかだと思います。そうですね、多分脳震盪後頭部打ったと思うん で見えなかったんですけど、多分今脳震盪後頭部打って本人もちょっと何が起きたか分かっていないような感じ、アンディさん驚きですね。あ、これ今リプレイが出てますね、多分後頭部ですよ、あ、後頭部ですね、これ側頭部、頭から落ちたんですね、左側の側頭部が落ちてるんで、それは止まるわな、なるほど、こういう決着も、でこれは以前ノックアウトもあったんですよ、はい、選手名出してもいいんですかね、過去の試合で、あ、大丈夫でしょ、あの一斉選手が江作選手とやった時に、うん、蹴りをキャッチしてほっぽった時に地面打ってダウンか、うんうん、取られたんですよね、はい、それ勝負決まるん でこういうこともあります。あ、はい、受け身が取れないと側頭部打ったり後頭部打ったり、はい、そういうのもあるんで、まあ、それも一個技術ですから、そうですね、ここはもう桃田選手の勝利ですね。高崎さん、はい、また新たなレッドの魅力を桃田が伝えたような感じですね、まあ、そうですね、ちょっとダメージ心配ですね、リトモ選手、早急にアイシングしてちょっと医師に見てほしいですね、少しあの倒れた後に痙攣するような、あ、結構時間があったんで、ちょっと早めの回復を、マルルソベにバランスボールケアが送られます。そんな中桃田としては2度目のリトモとの対戦、またしても勝利を挙げることに成功しました、アンジーさん、この結末どうでしたか。いやー、でもリトモ選手はとっても悔しいと思うんですけど、本人もそうですよね、パンチ、肘、蹴りでやられたわけじゃないんで、うん、そうなんですよ、技で負けたわけじゃなくて、ただ本人もちょっと記憶が飛んでるかも、今知れません。続きまして、勝者賞としてオードリー様よりオードリー詰め合わせセットが贈られます。ノックアウト初参戦で白星桃田シーヤです。これで8戦7勝1敗という桃田、高崎さん、桃田は KO 勝ちこれまでないですもんね、はい、そうですね、ですのでこれが初めての KO 勝利ということになりました、はい、この後その喜びの声も聞けそうです。桃田選手に一言いただきたいと思います。こんにちは、成塾の桃田シーヤです。ありがとうございます。前回リトモ選手とはボムで戦ったんですけど、自分のコンディションが良くなくてあまりいい試合できなかったけど、今回、決着つけれたんで良かったです、いつもご指導してくださる塾長、あと今日のためにずっと練習付き添ってくれた吉村君、ありがとうございます。おかげで勝てました、会場に応援に来てくださった皆様、ありがとうございます。ありがとうございました。見事なノックアウト処理、桃田シーヤ選手に今一度大きな拍手をお願いします。ごめんなさい、桃田選手 KO 勝ちありましたね。ありましたか。はい、少なくとも2つ、少なくとも2つは KO 勝ちのようなので、そうですか、はい、失礼しました。となるとこれが3つ目の、ちょっと正確な数わからないですけども、はい、
そうですね、まあ、KO 勝ち自体はあるということで、はい、失礼しました。まあ、その桃田がテクニックを駆使しての勝利です。